皆さんこんにちは、まめです。今朝1時35分から発生した au の通信障害、てっきり数時間で解消すると思いきや、7月2日15時現在でも未だに復旧のめどが立たずの状況です。休日に遠出してナビを使ったり調べ物をしたりができずに困っている方はたくさんいらっしゃると思いますが、今回はもし今後同じように大手キャリアが通信障害になったとしても困らないようにするための僕たちができる対策方法をご紹介したいと思います。それでは早速行きましょう。その方法とはデュアルSIMを活用する方法です。もうご存知の方も多いと思うし、すでにその機能を活用している方も多くいらっしゃると思うのですが、まだまだこの機能について知らないという方もたくさんいるはずなのでご紹介したいと思います。デュアルSIMとは1つのスマホで2つのキャリア回線を使える機能のこと。僕の場合だとこちら、今1つ回線が死んでいるので分かりづらいのですが、コントロールセンターを開くと分かるように、楽天モバイルの回線とポボの回線、この2つの回線を切り替えて使うことができるようにしているんですね。こうしておくことで、たとえポボ、つまり au 回線が使用できなくなったとしても、楽天モバイルの回線が生きているので何の支障もなくスマホを使うことができるというわけ。つまり何かあった時の予備の回線として備えておくことで、もしもの時も安心ということなんですね。ちなみにこれができる iPhone は iPhone 12シリーズ、 iPhone 11シリーズ、 iPhone XS、XS Max、XR となっています。要は2つのキャリアを契約しておくことで、1つの回線がダメになってももう一方の回線があるのでいつでも通信ができるというわけ。ここで気になるのは、2つのキャリアで契約するので毎月の基本料金も2倍になるんじゃないのというところ。ここに関してはご安心を。au が提供しているポボは基本料金が0円で、使った分だけ費用が発生する仕組みなんですね。つまり使わなければ0円ということ。まさに予備の回線にぴったりなんですね。注意点としては、180日間1回も使わなければ解約の案内が来たり自動解約になることもあるようなので、そこはチェックしておいてください。ちなみに僕もメイン回線は楽天モバイル、予備の回線としてポボを利用しています。今回はポボが障害となりましたが、いつか楽天モバイルが障害になってもその時はポボが生きているというわけですね。で、重要なのは今回 au で通信障害になって困った人、この方に対して一番おすすめなのは、まず現在の au を別のキャリアに切り替えること。少し面倒と思うかもしれませんが、実は今は意外とそうでもないんですね。電話番号も変わらないし、電話帳も移行しなくていいし、端末も変わらないので LINE の設定をいじる必要もありません。さらに今年の3月から解約金もかからなくなったので、お金をかけることなく他社に移行しやすくなったというわけ。なので例えば au からドコモに乗り換えてデュアルSIMのサブ回線でポボを契約すると、ドコモ回線と au 回線をいつでも使えるスマホになるということ。注意点は、ポボと UQ モバイルはどちらも au 回線を使っています。つまりメイン回線を UQ モバイル、サブ回線をポボにしてしまうと、今回のような au の障害になるとどちらも使えなくなってしまうので、ドコモ回線もしくはソフトバンク回線、楽天モバイル回線を契約するようにしましょう。すでに au 以外を使っているという方はポボを追加で契約するだけで OK です。ポボの契約手順を簡単に説明しておくと、まずポボのアプリをダウンロードしましょう。アプリを開いてポボ 2.0 を申し込むをタッチ、次へをタッチして、こちらにメールアドレスを入力しましょう。そのメールアドレス宛に6桁の認証コードが届くので、そちらを入力しましょう。 SIM タイプは eSIM を選択してください。契約タイプはサブ回線として契約するので新規契約にしましょう。ちなみに新しくポボを契約する方は紹介コードを入力するところで、こちらの僕の紹介コードを入力することで24時間使い放題のプロモコードを入手することができます。先着10人までと限られているようなので、気になる方はぜひこちらのコードを入力してみてください。重要事項の説明をすべて確認してチェックをつけていきましょう。この内容で申し込むをタッチして支払い方法を設定します。クレジットカードのみとなるようですね。
あとは次へ進むをタッチして、運転免許証やマイナンバーカードを準備しましょう。あとは画面の指示に従って免許証の撮影をして、その後に自分の顔の撮影をしましょう。それで契約が完了します。契約が完了すると QR コードが表示されるはず。その QR コードをスクリーンショットなどで保存しておいて、次に設定アプリを開きましょう。モバイル通信をタッチして、モバイル通信プランを追加をタッチ、スキャンまたはコードを入力をタッチして、スクリーンショットを撮った QR コードをスキャンしましょう。あとは追加を押せば ポボ の回線を追加することができます。追加されるとコントロールセンターで2つのキャリアが見えるようになるし、こちらの電波のマークも上下に分かれて表示されるようになるはず。きちんと表示されない方は一度 iPhone を再起動してみたり、あとはこの動画のコメント欄に質問したりして、極力僕も回答しますが、分かる方同士で教え合ったりできたらいいなと思っています。以上、スマホ2台持ちでもいいのですが、1台のスマホで2つのキャリアを持つことができるのは非常に便利ですよね。今回はもしもの時の予備回線としてご紹介しましたが、携帯料金を節約するためにあえてデュアルSIMを使って、こっちのキャリアは通話専用、こっちはデータ通信専用などと節約のために使うのもおすすめです。それではまたお会いしましょう。